皆様こんにちは、ロリンザの寺部です。この動画はですね、高価買取できるブランド、できないブランド、偽物の見分け方、この3本柱でお話しさせていただいておりますが、今日はですね、高価買取できるブランドとなります。はい、では早速見てまいりたいと思います。今日の高価買取ブランドは、はい、こちらですね。もう分かったとおっしゃられている方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、LGB の、ボノパーカーでございます。はい、LGB はですね、もう一時はラルクのハイドさんや清春さんなどが、こうバンドの主にバンドの方ですね、お召しになられたことにより大ブレイクしたんですけれども、そこからもう着用をやめられて、途端ちょっとこうかなり下火になりまして、今ではもう消えかかりそうなブランドでございます。今でもですね、これ同じ会社が出しています F6 ワズラインというブランドがあるんですけれども、もう皆さんはご存知のブランドがあるんですが、そちらの方はですね、結構まだ、売れる、買取が結構高いお店も多いんですけれども、こちらの LGB はですね、かなり、もう厳しくなっております。それでですね、まあ、私もいろいろ考えたんですけれども、で一点一点アイテムを精査していきますと、それほどですね、高く買い取れないブランドではないなということに気づきました。アイテムをですね、人気のアイテム一つ一つですね、見てまいったところ、高く買い取りできる、ものもたくさんあると、いうことに気づきました。その中の一つ、これが、ボノという申します。はい、これを締めるとですね、ここはこうタートル、ルーズボトルネックのようにこういう風な感じになるんですね。後ろにはインフード、中にフードが入ったタイプでコーティングがかけられており、こうウエストシェイプされております。はい、いろいろまああるんですけれども、この LGB を撮らせていただくにあたってですね、そういったスポットスポットでですね、お話しさせていただけたらと思います。まだまだですね、 LGB、たくさんのアイテムを人気があった当時にドーンと出しまして、まあ、例えばエスキモですとか、このようなボノシリーズですとか、ボクサーというちょっとスポーティーなやつもあるんですね。いろいろあるんですけれども、その、効果買取できるやつをスポットスポットでお話しさせていただきたいと思います。はい、今日はですね、効果買取ブランドは LGB で、アイテムはこのようなんですね、まあ、パーカー全般でもいいんですけど、できればボノ、ボノをお売りいただければと思います。はい、ロリンザではですね、いろいろ もちろん LGB に関わらず F6 もですね、煙も、高価買取させていただいておりますので、よろしければお電話だけでも、ご連絡くださいませ。近くにですね、なかなかもう LGB 分かってくれるとこがないなって、言われる方たくさんいらっしゃいまして、ロリンザにもですね、月に結構な電話がかかってまいるんですけれども、はい、結構制約しております。金額はですね、高く、お伝えさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。はい、最後まで、ご覧いただきましてありがとうございます。また動画を撮らせていただきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。はい、それでは またお願いいたします。